神にも見まがうあの方、お前の向かいに座り、その愛らしいおしゃべりにそばでじっと耳を傾け、あなたの心よい笑い声、それが私の胸の奥にある心を臆病にする。ほんの一目、あなたを見ただけで私はすっかり声を失う。私の舌はもつれ、結び目ができたかのよう。小さな炎が一瞬、私の身内を走る。この目には何も映らず、耳はゴーゴーと鳴るばかり。汗が吹き出し、震えが私を襲う。草よりもなお青ざめて、まるで死者のように。この身が私には思われる。されどすべては耐えられる。なぜなら、現存する文芸作品のうち、サッフォーの歌より古いものはごくわずかしかない。私たちは何も知らない。いずれにせよ多くは知らない。エロスの力についてのサッフォーの詩を引用したことで、後世の私たちに残してくれた作者が誰であったのかも知らない。私たちは知っている。サッフォーがレスボス出身であることを。私たちは紀元前3世紀の年代記の碑文によって知っている。彼女がある時、シラクサへ逃れたことを。7、8年後にサッフォーは亡命先から戻り、ミュティレネである集団を作ったと考えられるが、それがアフロディーテを崇拝する祭礼共同体のようなものだったのか。互いにエロティックな行為を寄せ合う女性同士の共演だったのか。それとも両家の子女が結婚に備える学校だったのか。私たちは知らない。私たちは知らない。今や音声の失われた古代ギリシャ方言の中でも、最も古くてよしがたい、五島に息を吐かないアイオリス方言で、サッフォーの詩がどんな風に響いたか。私たちはこれだけは知っている。韻律ごとに分類された何百もの詩行のうち、完全な形で残っている作品は一つしかない。それ以外は切れ端に過ぎない。そして私は行く。すぐに。なぜなら、ハーモニーの合唱を澄んだ響き。私たちは知っている。古代ギリシャ人にとって、当事者同士が同性か異性かによって、その欲望を区別する考え方は馴染みのないものであったことを。長い間、女同士の行為は、女と男の間の性行為を模倣している場合にのみセックスとみなされ、処罰の対象となり得た。性行為を特徴づけるのはファルスとされ、ファルスのないところにあるのは何らかの記号によって強調されることのない、ただの空白、見えない点、隙間。女性の生殖器と同じく埋めるべき穴に過ぎなかった。私たちは知っている。言葉や記号の意味は変化するものだということを。そして、私たちは知っている。レスビアーディン、すなわち、レスボス島の女たちのようにするという動詞が、古代において誰かを恥ずかしめるとか、堕落させることを意味する語。レスボス島の女性たちが発明したと考えられていた、フェラチオという正義を表す語であったことを。
私たちは知っている。レスボス島住民の女性2名と男性1名が2008年、この島出身でない女性がレズビアンと名乗ることも、他人からそう呼ばれることも禁止すべきであると提訴して敗れたことを。私たちは、私たちの故郷の名前が奇妙な人々によって恣意的に使用されることに反対します。なぜレズビアンラブという呼び方がここしばらく続いているのか私たちは知らない。L は舌先の音。E は一番まっすぐに外へ吐き出される母音。S は耳に引っかかるささやきと警告の音。B は閉じた唇を突き破る爆発的な音。ドイツ語の辞書ではレズビアンのという語は、読むことができるのすぐ後に載っている。